こっからの世界は三大勢力のぶつかり合いになります。まずですね、植民地を持ってる国々、帝国主義の国々のうち、すでに植民地をたくさん広げてですね、もうなんとかそこでやっていける、まあ、豊かな国、ブロック経済やってる国がこれです。このブルーチームで。で、ゆとりがあるから国内は自由なんですよ。ちゃんと民主的に選挙やってるんですよ。なので、まあ、自由主義、イギリスやフランス、アメリカ。次に、植民地が少ない、または全くなくて、焦りまくってる国、焦りまくってる帝国主義国。焦ってるから国内は独裁になっていって、まあ、右翼独裁っていうことで、これがファシズムの国々。第3に、ソ連の共産主義。この三つ止めになります。ヒトラーがですね、ヒトラーが公然と、ソビエトに攻め込むと言ってるっていうことですよね。我が闘争で。で、あの本は普通に大っぴらに売られていたので、みんな知ってました。外国の人も。あ、なるほど。ヒトラーが軍備増強するのは、それに攻め込むのかと。ね。あ、それはありがたい。で、世界革命司令本部を潰してくれるんだったら、ありがたいじゃないか、という考えが、この自由主義の国に生まれました。これをですね、融和政策、と言います。つまり、自分の手を汚さないで、このね、ファシスト国家を共産主義とぶつけようというですね、まあ、なんていうか、毒を持って毒を制すみたいな、そういう考えですよ。これが、融和政策っていうんですよね。で、これは各国の国内で資本家がですね、例えばファシストやナチスを使って共産党を潰したの、それの国際版なんですよ。でしょ？日独伊のグループをですね、何と呼ぶのかっていう問題がありまして、これよくね、ファシズム陣営なんていうことがあるんですけれども、ファシズムって何っていうと、それは一党独裁、個人崇拝。カリスマ的リーダーが率いる政党が国家を乗っ取っちゃうパターン。国家の上に政党があるんですよ。だから他の政党は全て禁止されます。議会も機能しなくなります。じゃあ日本はどうかっていうと、日本ではですね、そういう動きもあったんですね。天皇のもとに独裁体制を作ろうという動きがありまして、で、それがですね、226事件っていうクーデターとして起こるんですよ。これ失敗するんですよ。失敗しちゃったので、結局その日本のですね、憲法、大日本帝国憲法のもとで選挙を行って、議会が開かれて、そして内閣が交代するという仕組みはですね、変わらないんですよね。じゃあ体制翼賛会ってあったじゃないかと。あれ独裁だろう。いや、全然違うんですよ。全然違う。あれは戦時下にですね、要するに挙国一致体制っていうことで、ね、各政党間の争いをお休みにして、一致団結しようってだけであって、独裁とはほど遠い。だから、体制翼賛会に反対する議員もいっぱいいたし、そういう人たちがですね、堂々と国会で政府を批判していたし、で、政府批判したら、なんか捕まってですね、強制収容所、なんてことはですね、日本ではなかったんですよ。なので、日本のね、戦時中の体制を何というかっていうのは、例えばですね、国家主義っていう言い方は間違ってないと思います。あるいは、軍国主義。ね。その憲法の枠内で軍部が主導権を握っちゃっていたということは確かなんで。だから軍国主義っていうのはいいんですけれども、ファシズムかって言ったらそれはね、かなり違うんですね。それで、実はファシズムに一番よく似ていたのがですね、ソ連共産党なんですよ。だって個人崇拝、でしょ？党が国家の上にありますよね。で、党に反対すると、
強制収容ということですから、これね、ファシストやナチとそっくりなんですよね。うん。なので、このファシズムと共産主義をまとめてですね、全体主義という言い方もあるんです。全体主義。ね。で、共産党はそう言われたくないんですよ。ないので、自分たちはファシズムと戦った民主主義陣営だなんて言ってるんですけども、何言ってんだって話ですよね。独裁始めたのはお前らだろうってことですよ。あ、ちなみにスターリンはですね、ナチスが台頭する前は、日本を一番恐れていました。つまり、満州事変を起こしてそこからシベリアに来るんじゃないかと、日本軍が。ということで、その日本のね、力の源は天皇にあるということで、コミンテルンがですね、天皇を倒せという指令を出すんですよ。これは32年帝制って言うんですけども、その中で、天皇制とかですね、天皇制ファシズムなんて言葉を、これコミンテルンが作った言葉です。そしてそれをですね、日本のマルク主義の歴史学者が無批判に使ってきたと、まあ、いうことなんですね。英仏が日独を甘えます。例えばベルサイユ条約を破棄する、ドイツは再軍備をするといったヒトラーに対して、イギリスはどうぞどうぞ、まあイギリスを脅かさない程度だったらいいよって言って、英独海軍協定再軍備容認、これでベルサイユ条約消えました。ラインラントはドイツのものである、ドイツ軍をラインラントに入れるとヒトラーが言ったら、イギリスはどうぞどうぞ、ラインラント親中を黙認、ロカルノ条約消えました。満州は日本のものであるって言って、日本軍が満州で暴れた時もどうぞとは言わないけども制裁なし。中国が国際連盟に訴えます、日本の侵略を止めてくれって。で、国際連盟はリットン報告っていうのを作って、口では日本を非難しましたが、じゃあかといって、じゃあ日本に何か経済政策させるか、何もしません。何もしません。見てるだけです。これも融和政策。じゃあうちもやるって言って、イタリア、ムソリーニが、アフリカ最後の独立国、エチオピアに軍隊を送ります。エチオピア侵攻、侵略。この時も、効果的な経済制裁なし。スペインの内乱、ミュンヘン会談は後で説明します。これが融和政策。目的はソビエトを叩く。だからソビエトは焦った。で、スターリンが出てきて。で、こう言った。奴らつるんでやがる。分断しなきゃいけない。英仏と日独伊を分断する。これまで我々ソビエトは全ての資本主義を敵と見てきた。それは間違っていた。資本主義の中にも、よりまともな資本主義英仏と、より凶暴な危険な日独伊があると。だから我々は英仏と手を組んで右翼を孤立させる。コミンテルンの第7回大会、人民戦線を結成しよう。ピープルズフロント、人民戦線を結成しよう。これは、これまで敵と見ていた自由主義者、つまり資本家と共産党が仲直りをして、で、右翼に対抗する連立政権を作る。共産党を含む連立政権のことを人民戦線。例えば、今日本の自民党は、あれ、自由主義政党ですが、自民党と共産党が手を組んで、共産党員の大臣を認めると。
そうすると、これは日本人民戦線っていうことになるんですよ。変でしょ？でもそれやったんですよ。ただ、人民戦線を認めるか認めないかは、それぞれの国民が選挙で決めることですから、国によってうまくいったりいかなかったり、イギリスは失敗します。フランスはうまくいった。フランスはやっぱドイツ怖いんだよね。ドイツ怖いから、ちょっとドイツを抑えるために共産党と手組もつって。で、フランスはですね、こうなったんです。クレマンソーが作った、これ自由主義政党です。急進社会党。それから、ブルムの統一社会党。おとなしい社会主義者。それから共産党。これが手を組んで、ブルムが首相になって、ブルム人民戦線内閣と言います。で、ドイツに対抗すると。スペインは自由主義者のアサーニャが共産党と手を組んで、アサーニャ人民戦線。中国は国民党の蒋介石が共産党の毛沢東と手を組んで、中国人民戦線、別名第二次国共合作。で、敵は日本と。と、これは、まずいので、この後、スペインの人民戦線政府とドイツ、イタリアがぶつかったのがスペイン内戦。だし、中国の人民戦線、いわゆる第二次国共合作と日本がぶつかったのが日華事変、日中戦争と。このスターリンの作戦、つまり資本主義陣営を分断させて仲違いさせるっていう作戦はですね、後で成功するんですよ。これが第二次世界大戦です。あの戦争で日本とアメリカをぶつける、そしてドイツとアメリカをぶつけて、両方を弱らせると。いうことをですね、実際スターリンやったんですよね。当時、例えば日本政府の中、あるいはアメリカ政府の中に、実はコミンテルンの意を受けて、日米戦争に持っていこうとしていた人たちがいたことがですね、ソ連崩壊後の新しい資料の発見によって、今では明らかになっています。これから、スペインの内乱の話をします。スペインの場所はここです。フランスの南側ですね。で、ヨーロッパは、イギリス、フランス、ドイツを結ぶこの線、この辺りが一番リッチで、産業革命が進んでいて、で、ここから離れるとどんどん貧乏になって農村になっていきます。例えば、一番のド貧乏はロシアです。で、ロシアからバルカン半島貧乏、南イタリア貧乏、で、スペインも貧乏ところです。で、貧乏ですから、貧乏人は金持ちを恨んでますから、共産党に投票するということで、スペイン共産党は非常に力があった。で、アサーニャという、この人は、資本家代表ですが、ソビエトからの呼びかけに応えて、共産党員を政府に迎え入れ、ここにスペイン人民戦線政府ができました。そうすると、共産党の大臣が生まれますから、共産党の大臣はこういうわけです。アサーニャ首相、土地の分配を。地主の土地を没収して農民に分配しましょう。というわけだ。そこで、スペインの地主が怒ったわけだ。スペインの地主ってのは、元の貴族、カトリック教会。地主や教会が束になって、アサーニャを倒せっていうのを始めて、で、これに乗っかったのが、フランコという軍人です。フランコが反乱軍を率いて立ち上がります。すると早速ヒットラーから連絡。あなたを助けたい。ヒットラーがフランコを助ける理由っていうのは、同じ右翼だからっていうだけではありません。場所です。つまり、我が闘争でヒットラーはこう言ってます。ソ連を攻める前にフランスを叩くと。ね。で、フランスを叩くときに、ドイツから見て、スペインはフランスの向こう側。だから、スペインとドイツが同盟関係になれば、フランスを叩くのは簡単になるでしょ。だから、フランコを味方にしようとした。そういうことです。これに、イタリアのムッソリーニが乗ります。
その頃、ドイツは、例の再軍備を宣言して国際連盟脱退。で、イタリアも、エチオピアに軍隊を送って国際連盟脱退。日本も、満州事変で国際連盟脱退。ただ、これまでこの三つの国はバラバラに動いていました。で、基本的に右翼は、自分の国しか考えないから、右翼同士はあんまり仲良くないんですよ、実は。で、このスペインの内乱の時に、ヒトラーとムッソリーニが一緒になってフランコを応援したために、この二人が急に仲良くなっちゃって、で、ドイツ、イタリア軍事同盟ができます。これを何というか。ベルリン、ローマ枢軸。ベルリン、ローマ枢軸と言います。ムッソリーニが付けた名前です。ベルリンとローマをつなぐ太い軸ができた。一方、ソビエト、スターリンは、アサーニャの方に手こ入れします。で、どんどん武器を送りますが、問題はどうやって送るかだ。で、ソビエトからスペインっていうのはとんでもなく遠い。ね。まあ今だったら飛行機使いますが、当時の飛行機は、長く飛べないんですよ。で、ソ連からまっすぐスペインまで飛ぶのは無理だったんで、船で送るしかない武器は。と、バルト海通る。で、バルト海冬越っちゃう。だから、スペインに武器はなかなか届かない。一方、ヒトラーは、この、アサイナのバックにいるソビエトを抑え込むために、日本を使うんです。で、満州で日本軍とソ連軍が今二代目やってますから、これも今回初めて、日本とドイツが協力。日独、防共協定。反コミンテルン協定。日独防共協定。これに、イタリアも加わって、で、ここに日独伊が合体しまして、ベルリン、ローマ、東京枢軸、枢軸国、The Axis と言います。この後の第二次大戦は、枢軸国 VS 連合国というふうに言います。このスペインの内乱は、もう一つ意味があって、第二次大戦の予行演習、特に新型兵器の実験場です。フランス国境に近い小さな町、ゲルニカ。ここは共産党系の町だったんです。で、そこにフランコ反乱軍が襲いかかり、空からはドイツ軍が空爆。で、徹底的に町を破壊し尽くしちゃって、市民のうち3人に1人が死亡しました。ゲルニカの空爆。これは、世界史上初めて一般市民に対する最初の無差別攻撃。このゲルニカをテーマに巨大な壁画を描いた画家は誰か。スペインの現代画家、ピカソのゲルニカ。これはパリ万博に出品するために描いた壁画。本当は縦横数メートルの巨大な壁画。抽象絵画だからよくわからないんですけども、下を見ると腕がちぎれ、首が飛びという、これ凄まじい殺戮の絵ですよ。ピカソのゲルニカ。どんどん追い詰められるアサーニャ、イギリス、フランスに助け求めた。イギリス、フランスの返事は、今回の戦争は、スペイン人同士の争いであって、我らは関係ない。見てるだけだと。不干渉です。つまり、アサーニャは見殺しです。これも一種の融和政策。ただし、イギリス、フランス、アメリカの一般市民が、スペインを助けようと言って、義勇兵がどんどん集まってきました。国際義勇兵と言います。この、義勇兵の活躍を描いた小説、誰がって書いて、タガって読ませるんですが、タガために金はなるを書いたアメリカの作家は誰か。ヘミングウェイ。現代アメリカ最高の作家、ヘミングウェイ。タガために金はなる。で、これはこれを書いたヘミングウェイ本人が、実体験なんですよ。で、彼は義勇兵としてスペインに行ったんです。あとはイギリスのオーウェルという作家、これも義勇兵になってます。結局、フランコが勝ちました。で、
アサーニャはフランスに亡命し、ここに人民戦線は崩壊します。ドイツの圧勝でした。フランコはナチスを真似た一党独裁体制を敷きます。ファランヘ党と言います。問題。第二次大戦でフランコはどっち側についたか。連合国か、枢軸国か。連合国。枢軸国。両方罰。フランコは中立を宣言した。これは、ヒットラーから見れば裏切りです。これだけ面倒見てやったのに、最後フランコはヒットラーについていかなかった。我が国は内戦で疲れてるから世界大戦には参加しないと言ったんですよ。ヒットラーは頭に来てフランコのことを腰抜けと言ってます。でもこのことによってフランコは生き残っちゃった。戦後も。で、ヒットラー、ムソリーニが死んだ後もフランコは生き残っちゃって、で、戦後は今度アメリカにくっついた。で、戦後、アメリカ、ソ連が、冷戦始まるでしょ。そうすると、フランコは、アメリカにくっついて、で、ソ連と戦うって言ってですね。で、アメリカに可愛がられて、ずーっと生き残って、なんとですね、1975年まで、スペインは、フランコの独裁だった。また、資料プリントを見てください。一番下に、この地図、東ヨーロッパの地図があります。目的は、対ソ連戦に備えて、ドイツ軍をなるべく東に移動させるってことです。だから、ポーランドやチェコを消すってことです。反時計回りに行きます。まず、ラインランド進駐。あと、ザールの併合。それから、オーストリアの併合。で、ズデーテン、チェコの併合。で、最後は、ポーランド侵攻と。この、反時計回りってことをまず覚えてください。オーストリアの併合について、オーストリアはもう皆さんお忘れでしょうけども、第一次大戦で負けてバラバラにされちゃって、サンジェルマン条約で、もちろん植民地はゼロということは、世界恐慌で死んだ失業者の山。そこで、この大混乱のオーストリアで、オーストリアナチスが結成されます。生き残るためには、ドイツと合併して、ヒットラーの戦争に協力しようと。そうすれば飯食が食えると。で、このオーストリアナチスがガンガン力を持って、最後はオーストリア政府を乗っ取るんです。で、このオーストリアナチス政権がヒットラーに合併を要請するんです。お願いしますと。だから、ドイツ軍が国境を越えた時に、ほとんどのオーストラリア人は、もう、熱狂的に迎えた。ハイルヒットラー、ハイルヒットラーつって。で、もともとドイツ語喋ってるし、大体ヒットラーの生まれ故郷だし、これは別にいいですよ。勝手ですよ。別に併合したってね。問題は、チェコです。で、チェコはスラブ系民族なんで、ドイツ人の統合っていう理屈は通りません。そこでまずヒットラーはこのチェコを攻める理由、口実を考えた。それは、そうです。ズデーテンです。チェコスロバキアに要求する。ズデーテンに住むドイツ系民族が、チェコ政府によって迫害されている。ズデーテンはもともとドイツ人のものだ。ドイツに、引き渡せ。さもないと戦争になるぞ。で、ドイツ軍がこのチェコ国境に集結をする。チェコ政府はイギリスに助け求めた。イギリスの首相チェンバレンは困ったなぁと思った。確かにロカルノ条約で今の国勢を守ると約束してあったけれども、で、かといって、イギリスがチェコを助けるって言っちゃったら、これはヒトラーを怒らしちゃって、独英戦争になっちゃうと。あくまでも我がイギリスはドイツを甘やかして、ソ連に向かわせる必要がある。まったく、チェコは厄介だ。そうだ。
ヒトラー本人と話し合おう。ヒトラーさん、これからチェコ問題を話し合いにドイツに行きますからよろしく。って彼は飛行機でドイツに向かった。これを出迎えたヒトラーは、ナチス党本部があるミュンヘンでチェコ問題話し合う首脳会談を開催。これがミュンヘン会談。これ有名な写真です。一番左の背の高いのがイギリス、ネビル・チェンバレン首相。次がフランスのダラディエ首相。ドイツのヒトラー総統。あとこのギョロ目の男がイタリアのムソリーニ首相。ヒトラーは終始上機嫌。これはこれは皆さん遠いところをよくいらっしゃいました。では早速ズデーテン問題を話し合いましょう。ズデーテンは数百年来ドイツ人が住んでおります。ここがドイツに帰属することは民族自決権の問題です。我々はチェコを侵略する気はありません。ドイツ人がドイツに帰ることはなぜ悪いのか。ズデーテンは我がドイツの最後の領土要求です。ズデーテンさえ帰ってくればドイツは戦争を望まない。チェンバレンさん、あなたもそうでしょう。あなたは戦争を望むんですか。チェンバレンは答える。ヒトラー総統。全く同意見です。私たちイギリスはドイツは戦わない。それはよかった。ではチェンバレン首相、あなたの口からチェコに言ってください。ズデーテンは諦めろと。わかりました。イギリスからチェコに言いましょう。ズデーテンは諦めろと。フランスもイタリアもよろしいですか。賛成賛成賛成。これで決まったんです。つまりヒトラーの要求を丸呑みした。これが悪名高いミュンヘン会談、融和政策の頂点と言われる。チェンバレンという政治家は二人出てきます。一人はジョゼフ・チェンバレン、もう一人がネビル・チェンバレン。この人、ボーア戦争の時のジョゼフ・チェンバレンとミュンヘン会談のネビル・チェンバレンは親子。パパがジョゼフ、息子がネビル。ロンドンに帰ったネビル・チェンバレンは国民にこう言いました。私が戦争を止めました。ミュンヘン会談でもう世界大戦は起きません。一方ヒトラーはドイツ軍の司令部でこう言いました。これからチェコに攻め込む。ズデーテンはもちろんチェコ全体を占領する。いや総統閣下、それはミュンヘン協定違反では。ミュンヘン協定ではズデーテンだけと。それがどうした。我々が何をしようがイギリスは承認する。断固やるべきだ。チェコの大統領を呼べ。チェコの大統領がベルリンに呼ばれます。ヒトラーと会わされます。もう文書はできてました。チェコ政府はチェコスロバキアのドイツへの合併を要請する。ヒトラーはこう言った。サインしろ。あなたがサインしなかったらこれからドイツ空軍がチェコ全土を空爆する。何百万人が死ぬぞ。それでもいいのか。血は流したくない。サインしろ。チェコの大統領は心臓発作を起こして倒れます。で薬で起こされて無理やりサインさせる。でチェコからの要請があったって言って、でドイツ軍がガーンとこれ全土を占領します。でズデーテンとチェコはドイツに合併し、残りのスロバキアはドイツの保護国にしました。つまりミュンヘン協定も破られた。騙されたチェンバレンは何したか。別にチェコを助けるでもないし、見てるだけです。実はドイツの国内でヒトラーのやり方があまりに無茶だってことで、軍ですね、国防軍が非常に反対していたんですよ。うん。ところがですね、ヒトラーの無茶苦茶な要求がどん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 実現していって、で結局イギリスやフランスは何もしないっていうことだったので、結局ヒトラーが正しいということになっちゃったんですよ。そしてついにヒトラーはですね、ポーランドに標的を定めました。ポーランドに要求する。ベルサイユ条約でドイツから奪ったポーランド回廊にドイツ人が通行できる通路を作れ。さらにダンツィヒ、バルト海の港町ダンツィヒの返還を要求すると。
で、ドイツ軍がどん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 ポーランド国境に集まってくると。ポーランドはこれはロカルの条約違反だということで、イギリスやフランスに支援を求めました。で、さすがにこれを無視はできないので、チェンバレンもですね、もし万が一ドイツがポーランドに攻め込んだ場合は、イギリスはドイツと開戦するという約束をするんですね。しかし、スペインを見捨てたイギリス、チェコを見捨てたイギリスが、ポーランドを助ける保証はありますか？そんなこと誰が信じますか？誰も信じないですよ。ヒトラーも信じないし、そして、スターリンも信じない。スターリンは考えた。ポーランドにドイツが攻め込んでもイギリス、フランスは何もしないだろう。ポーランドが滅亡し、そして我がソビエトの国境線にドイツ軍が迫ってくる。止めろっていうことですよ。もちろんドイツとの戦争はいずれは避けられない。だが今はできない。今は戦争準備が整っていない。ソ連は実はスターリンがですね、例のトロツキーですね、トロツキー一派をですね、ほとんどもう皆殺しにしちゃったんですよ、大粛清で。だから赤軍の指揮を取る優秀な将校がいなかったんですね、この時。だから時間稼ぎをしたいと。そしてイギリスやフランスは全く頼りにならないから、そこでスターリンはついにヒトラーとの直接交渉を求めた。ヒトラー総統、ポーランド問題を話し合いたい。あなたか、もしくは誰か代理の者をモスクワに送ってくれ。そこでヒトラーは自分の側近のですね、外務大臣のリッベントロップをモスクワに派遣しました。そしてクレムリン宮殿でソ連のね、外務大臣モルトフとナチの外務大臣のリッベントロップが密談をした結果、なんと独ソは手を組むという発表をします。独ソ不可侵条約、これにはですね、世界中がひっくり返りました。極右のナチと極左の共産党、ソ連共産党がまさか手を組むとはということで、これが当時書かれた漫画ですね。スターリンとヒトラーの結婚式だ。これは日本政府にも衝撃を与えまして、つまり日本はですね、ソ連を封じ込めるための日独伊三国防共協定結んでるじゃないですか。そのドイツがなんでソ連と手を組むんですかということで、当時の日本のですね、平沼喜一郎内閣っていうのがあってですね、ヨーロッパ情勢は複雑回帰と言って、そう辞職してます。後で分かったことはですね、秘密協定があったんです。はい。内容はこうです。ポーランドとバルト三国を独ソで分割しよう。ポーランド西部をドイツが併合し、ポーランド東部とバルト三国、エストニア、ラトビア、リトニアをソ連が併合することをお互いに承認し、そして独ソは戦わないと。これが独ソ不可侵条約、モロトフ・リッベントロップ協定です。で、これは秘密協定だったんで、内容は全く明らかにされず、そして突然ドイツ軍がですね、ポーランドになだれ込むと。ポーランド軍が必死の抵抗を行う、その最中に、ちょうどドイツ軍の侵攻から2週間目に、今度は後ろ側からソ連軍が攻め込んでくるポーランドに、ポーランドは滅亡しました。
さらに、バル三国にはですね、ソ連の圧力のもと、共産党政権が立てられ、そしてソ連への合併を申請すると。それを受け入れるという形で、スターリンはソ連軍をバル三国に送り込んで、これを併合しました。チェンバレンはどうしたか。約束通り、ドイツに宣戦布告しましたが、一人のイギリス兵も送ってこない。空爆もしない。口で非難するだけで、見てるだけでした。この後に及んで、まだ融和政策。このドイツ軍とソ連軍のポーランド侵攻をもって第二次世界大戦の始まりと言われますが、実際にはですね、戦っていたのはドイツ軍とポーランド軍、ソ連軍とポーランド軍だけであって、西側諸国は黙って見てるだけでした。うん、これを奇妙な戦争なんていうんですかね。だからもしヒトラーがこのままですね、ソ連に攻め込んでいたら、本当にイギリスやフランスは参戦しなかったでしょうね。うん。これが融和政策。独裁政権を甘やかすと、突き上がるだけ。これ、世界史の教訓です。